はい、こんにちは。整体院テイムホの谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけれども、ゴルゴ線についてお話ししたいと思います。まあ、それを改善する方法をお話ししたいと思います。はい、ちょっとご質問でね、ゴルゴ線ちょこちょこ出てくるようになってきましたので、ちょっとお話しさせていただきます。はい、まずゴルゴ線って何やねんという話なんですけども、ちょっと知らない人のためにね、説明しておきますけども、なんて言うんでしょうか。まあ、絵心は置いといてですね。こんな感じですよね。はい、ちょっと太く描きすぎましたけども、この辺にある、見える線のことをゴルゴ線と言います。で、ゴルゴ線って何やねんって言ったら、ゴルゴ13ですよね。東郷ね、東郷、ゴルゴ13、はい、のキャラクター、ここに線が入ってますよね、深いね、シワが。それをもじってですね、ゴルゴ線というふうに呼ばれております。はい、じゃあ、ゴルゴ線というのは、何が原因なのかというのを、まずは解剖学でチェックしておきましょう。ゴルゴ線ですけれども、ちょっと解剖で見ろと言っても難しいかもしれませんね。うん、はい、まあ、最近よく見るこの筋肉、はい、まあ、小胸骨筋なんですけれども、まあ、もろにこの筋肉って感じですよね、ゴルゴ線は。はい、いや、線のラインとちゃうやんけって思うかもしれないですけど、要はこの小胸骨筋ってのは胸骨、つまり頬骨の上についてるんですね。で、この頬骨の上についてる筋肉が硬くなってくると、ここがむくんでくるわけです。むくんでくる。そうすると、そのむくんだ段差が線に見えるということなんです。はい、では、この部分がむくんでくると、ここがボテッとなってきますよね。そうするとこのラインに線が入りやすいと。はい、なんでここのむくみを取ることが一番大事だってことなんですね。で、この部分っていうのはこの頬骨ですから、これね、骨があります。頬骨の上にある筋肉といえばこの小胸骨筋だということになります。なんで、小胸骨筋をほぐしていく方法さえ分かれば、かなり線を薄くできるということです。はい。それじゃあやってみましょう。小胸骨筋はここにありますけども、まずはね、ちょっとこう、軽くね、指の腹ですよ。爪じゃないですよ。指の腹で、マッサージしといてあげて、はい、なぜマッサージをしといてあげるかというと、本当にゴルゴ線のある人っていうのは、めちゃめちゃ硬いんですよ、ほっぺたが。これをご覧のあなたも、まあ、おそらくゴルゴ線が少し、ね、多かれ少なかれあると思うんですけれども、自分のほっぺたを触ってみてください。かなり硬いんじゃないでしょうか。なんかこう、つまみにくいというか、うん、なんかこういう柔らかさがありますか？こんな感じで。こんな感じ。多分ね、ないと思うんですよ。うん、ゴルゴ線が出てる方っていうのはめちゃめちゃほっぺた硬いんです。もう中の筋肉がもう硬直しまくってます。はい。なんで、まず軽くね、先にマッサージをね、こうしといてあげて、まあ、とにかく柔らかくすると。まあ、こういう感じでもいいですよ。うん。はい。で、まあ、ある程度皮膚が柔らかくなったとして、今から本番いきます。はい。で、まず親指でちょっとほっぺたの肉をね、上げときます。はい。で、指2本で上から押さえてあげます。はい。で、この状態で、こんな感じで、挟み込んどきます。まあ、つまんでるというか、挟んでるというか、ロックします。で、ロックしといて、上下に動かすと。はい、コリコリ言ってます。痛いです。うん。これですね、ここ。この部分。痛い。痛いです。ここ、もろにここですね。この真ん中の、胸骨の真ん中の部分。ここで触診することができます。こうでもこうでもいいです。指の腹の部分でコリッとしたものが動く感じがあります。はい、ちょっと横向きでやりましょうか。はい、こっち向きますよ。はい。どうでしょうか。最初はちょっとね、掴むの難しいと思います。なぜ難しいかというと、もう見てわかる通りにですね、もう他の筋肉に比べても明らかに繊維が細いんですよね、この小胸骨筋というのは。なんで、ちょっと一般の方が触るのは最初は結構難易度高いです。はい。この後筋とかと違って、胸骨筋というのはちょっと細いですからね、
はい、なんで、ちょっとこう繊維が動く感覚があるかなないかなみたいな感じだと思うんですよ最初は、うん、で特に本当にほっぺたが、むくんでる硬いってなったら余計分かりにくいですから、正直僕が触っても、まあ、硬い人は最初分かんないですからね、はい、なんでぜひ、諦めずにですねどんどんほぐせるように、なっていただいたらなと思います。はい、小胸骨筋ですね、はい、ほっぺたを柔らかくするとでほぐしていくとでむくみを取ると、そうすると段差がなくなって結果的にゴルゴ線が薄くなると、はい、そういう理屈でね、なってますんで、ぜひ頑張ってみてください。はい、本日も動画を最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録または方はこちらのボタンを押していただいて、またですね、アンケートフォームの下の説明欄のところにありますんで、こんなことに困っているとかこういうマッサージないんですかとか、そういうご質問があれば、受け付けておりますんで、ぜひフォームの方から送信をしてください。はい、それでは失礼します。